宇宙人の話なんですけど。お、え、宇宙人知りません？いや俺あんま今知らないの宇宙人。ここに好きだよね佐藤宇宙人、うん、好きだねそういうの。地球人より好きだよね宇宙人のことはね。地球人より好きかもしれない、ね、うん、あのなんとですね、うん、これねこの地球、うん、地球ね、うん、地球ってのはこのまあ太陽系のさ、うん、あの惑星でさ第三惑星だっけ第三惑星ですよ、うん、ね、うん、この生命体がいる星ね、うんうん、でも、うん、他にもいるなんてね宇宙には、うん、まあでも地球があるわけだから他にも惑星があって生物がいる星があるっていうのは俺はそういう考え方だったんだけど、うんうん、なんとですね、うん、地球に人類がいることがね、うん、他の生命体がいる星のそういう生命体にバレてるかもしれないというニュースが飛び込んできた。それなんでそれがなんでわかるのだってこれはそれがなんで俺たちがわかったのそれを、うん、向こうにバレてることをなんで俺たちがわかったのさすがそうだよね、うん、それがよくバレてるぞとかなんか言われない限りでもこっちはバレてないじゃないですかこっちは分かってないじゃないですかまたこっちたちほら常にこう未確認って言いつつもなんかほらでもさ UFO が来たとかね、うん、昔からね UFO とか最近また出る、うん、なんかあったじゃない、うん、UFO のねやつなんかまあアメリカのなんかね、うん、こういう写真を発表したとかねそうまたあったよねあるよね、うん、これ、うん、最近なんかそういうのがちょっとなんかちらほらそういうの見るね小出しになってきましたけどこれ、うん、これ地球のね存在に気づいてる人類みたいないわゆる生命体宇宙人だ、うんうん、がいるかもしれないっていうのはなんで分かったか日村さんが疑問に思う、うん、それね、うん、これはいわゆる地球からね、うん、宇宙に向けて、うん、この人類が電波を出してるんですよ、はいはいはい、それを受信できるであろう惑星っていうのが、うん、太陽系の近くにね、うん、この銀河系の中の太陽系の近く、うんうん、おはいはいはい29個あることが分かったと太陽系あえごめんちょ太陽系の中じゃなくて太陽系の近く、うん、で太陽系じゃないってことだから銀河系ですよねもう太陽系のいわゆる太陽系って太陽っていうね恒星を、うん軸に、うんね、水金地下木土天冥界今、うん、かな、うん、これが太陽系ですよ ね、 太陽系だよねこの近くにそういう同じような、はい惑星があるわけだが29個あるんじゃないのっていうそんなの分かったんだ電波ってすごいねそれはまあ推定なんですけど、うんうんうん、アメリカのコーネル大などのチームが23日にこれは発表したんですよ、うんうん、我々の存在はすでに人間のような知的生命体にバレてるかもしれないいやっていうのを発表しました、うんうん、だから向こうがこっちから発信した電波で、うん、向こうに何かあるっていうことが分かったってことは確かに向こうもね、うん、それはこっちの存在を気づいたってゼロじゃないよねもうねこの、まあ、受信できる受信、ねうんまあ、してるかも分かってないですよそれは分かんないけどねで地球って過去にもすごい昔にも鉄板にね、うん、いろんな言葉で、うん、英語とか、うん、いろんな言葉で地球のこの、太陽系のここには地球という星があって、うん、そこには生命体がいる、うん、そこからメッセージを出してるんですよっていう、プレートを宇宙に、うん、流したりとかしてるんですよ、うん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 昔にね、うん、だからそういうのがいつか宇宙の違う生命体拾ってみたりとか、ねね、電波でね、うん、流し続けたりね、うん、してて、うん、そういうのをキャッチしてるところがあるかもしれない、うんうんうん、ただ、うん、これが、うん言っても、うん、例えばこういう惑星がじゃああるでしょうそりゃ、うん、だって恒星って自分で自ら光を放つ星の周りにそういう惑星があるとしたら、うん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 我々が星空で見てる星っていうのは基本的に全部光り輝いてる星ですから、ね、それからそれの影響を受けて反射して輝いてる星でその中にいっぱい恒星があるわけだからそれに付随しているところに惑星があってそこに生命体がいたりとかはたまたそんな全然関係ない違う星にもいる可能性もあるしだからそれをキャッチすること可能だけどただそれをじゃあメッセージをもらったからといって、うん、来れるかっつったらまた別の話だ、うんうん、めちゃめちゃ遠いし、うん、その技術力があるかどうかわからないから、うん、人類よりもそういう惑星で生命体がいたとしても虫みたいなまだ、うん、アメーバみたいな状態なのかもしれないし、うん、もっともっと進んで、うん、
地球をこう普通にただ見てるだけ、うんうん、相手にしてない可能性もあるし、うんうん、だこれは興味深いですよ。 そういうニュースってすっごい好きじゃん、うん、宇宙のこととか宇宙人とかすごい好きかって言われるとそこまで詳しくはないけど、いやめちゃめちゃ詳しいと思うの、割と好きっちゃ好きかもしれない、うん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 、で昔よりは好きじゃなくなったかも。あ、昔の方が好きだった。昔はだってああいう UFO の写真集とか買ったりして、ああ昔はね、そうね、うん、そういうのとかね、うん、でもそこまでもそんなにいいかも。なるほどね、うんうん、まあでも、うん、俺たちが生きてる間にあんのかね宇宙人、本当にバンってバンって我々はっつって、うん、宇宙人だって来るってこと。もうさ50じゃない、うん、人も大体もうあと長くて倍生きれるかどうか、うん、まあそうね、日村さんは長くてもあと 15?、ね、長くて15かもしんないじゃないまあ15だと無理だけどさ、うん、まあでもね、あんのかね本当に。これは分かんないよね、もうほんとゼロ100じゃないね。こんなのはもう来ないっちゃ来ないし、うん、でも来るときは突然バンって来るわけだから。そうだね、うん、宇宙人ってそういう現れ方しそうだよね。もうじわりじわりじゃない気がする、ね、徐々に出すとかじゃないからね、その隠してた書類をね、うん、単純にアメリカなんかでも50年後にこれは出しますとかよくあるじゃない、うん、そういうことじゃないからね。いや本当そうだね、もう存在がボンっていたらもういるっていう、うん、バンって。まあでも一説にはもういるっていう話もあるしね、うん、いる説ね、いる説、うんうんうん、それはよく言うよね、うん、俺たちの周りに実はもうあいつ宇宙人だった説、うん、もうね、うん、俺がそうかもしれない、うん、そう本人あなたかもしれないっていう、自分でも分かってない、分かってないっていう、そういう説、ね、そう、うん、日村さんは一番宇宙人っぽいよね、うん、そういうぽいよね、だからうん、うん、やっぱこうやって言われるってことはさ、うん、お前この世のものじゃないなとかこの世のこの世というか、うん、なんでそんな顔してんのみたいな人って、うん、結局ね、そうそうそう、よく言われてるからね。そう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 、昆虫とかだって、うん、本来は地球にいたものじゃないとかね。昆虫、宇宙人ね、うん、宇宙生命体か、宇宙生命だから、うん、そう隕石にくっついてきて、うん、なんかね過去にこう地球に来たんじゃないかとかも言われてるし、うん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 、分かんないよ、分かんないね、うんうん、これは分かんない。そうね、でも、うん、なんかロマンがあるよね。いやある、うんうん、そのでも本当ここ最近だね、そういうアメリカとかそういうところからのこういう映像が出てきたとかさ。でもこれね、今「ノンストップ!」でさ、うん、ラブちゃんっていうさ、ラブ・ミー・ドゥっていう占い師が、うん、あのコーナーやっててね、うん、でこの前スタジオになんか来たわけ、スペシャル版みたいな、うん、でラブちゃんが言ってたよ、なんか、うんうん、今年だか来年だか中にね、なんかあのいわゆる宇宙人とそういうことに関する重大なことが発表されるかもしれないみたいな予言というか占いというか。ああ、それ占いで出てるってことだ、ラブちゃん的に。そう、あ出てほしいよね。まあね、ね、出てほしい反面怖いっちゃ怖いよね、うん、怖くないって。もう少し昔は全然そういうの怖くなかったんだけど、うん、宇宙人とかに連れ去られてみたいと思ってたの俺は。よくあんじゃん、すげえな、宇宙人に連れ去られてさ、あのファーって上がってくるやつですよ、あの UFO に。まあまあファーって上がってくからで、なんか埋め込まれてるとかあったじゃん、なんか知らないうちに傷があって、うん、それ調べたら鉄の玉みたいなの入ってたとかさ、うん、そういうのやられてみたいとか思ったわけ。ちっちゃい頃って本当にちっちゃい頃でしょそれ。でも、うん、まあまあ学生、中学校高校ぐらいもまだ全然そんなのなんか思ってたよ、うん、だけど今はやっぱちょっとやだよね、めんどくさいっつかさ、怖いじゃんその頃 もう絶対怖くない、中学生くらいの。その頃はそれの秘密を知ることの方がすごいなんかワクワク感があって、うん、だけどもうここ今結構年齢いったら、単純にほら人間ドックとか言って変な球ありますよとか言われたら、え取らなきゃじゃんとか思っちゃう。そういうの、ね、病気の話、ね、そういう感じにとか思っちゃうから、うん、もしでも記憶が消されちゃうんだったらあれだけど、うんうん、記憶消されないんだったらさらわれてもいいかもしれない。でも帰ってこれないんだったらやだなやだ絶対、俺絶対やだ。返すって言われるわけ。そんなの信用するはしないよ。返すって言うでしょ、お前絶対地球に返すって。うん、さらいますと。でちょっとこの鉄のパチンコ玉みたいなのをこの目と目の奥ら辺に入れますと、うん、でもうほん痛くもないし、うん、ちょっとだけピッて傷跡残るけど、うん、でもこれは別に何の害もないし、うん、いわゆるあの
地球の生命体の様子をこのデータを取るだけのものだから。なんで俺にやんだよって言うよ。いやもういっぱい入れてんですよ、うちは。うそ、なんだ、誰なんだよ、宇宙人、宇宙人です。で、どういう見た目なのこれ。もう、ザ宇宙人。今はあなたが話しやすいように人の、うん、うわ、もう全然信用しないわ。見た目でやってるし、言葉も分かるようにやってます。いや、もうやばい人としか思わないもん、あなたの想像を絶するぐらいうちの星はもう科学も進歩してるし、うん、ただうちにない物質なんかを調査するために地球のこと調べてる、うん、でもそれぐらいベラベラ喋んのね。もうこんな俺が宇宙人だと思ってほしい。じゃあもうそうしよう。だからある時言ってきたのね。パニックになっちゃうと困るから、うん、あの出てないだけで、うん、ちょっとそういうふうに秘密裏にやってますと、うん、でも一回さらって、うん、あ一回どこ行くの俺。宇宙船です。宇宙船行くのかっこいいよ。宇宙船でちょっとやっぱりあの技術的にそういう機材がないとできないんで。一回見に行っていいですか宇宙船が。いいですよ。今どこにあるのか。でもこれ返す時に記憶消しちゃうんですよ。あだからもうこの話も覚えてないし、ね、まあね、うん、でも一応録音とかしていいですか。録音しても消せますし、これも消せるの。これあできるんで、全部なしにできちゃうんで、うん、だからこれ言って一応説明しますけど、うん、もう全部なくなっちゃうんですよっていうのを何もう設楽治が言ってんの。あとしてもいいよね。あなたの知人のこの様子みたいな姿の方が安心するだろうから、そういう脳内のそういうことなんですよっつって。それだからずっと一日中言われてたら多分洗脳されるね俺ね、うん、でも最初の何時間かぐらいだったらいつまでその話してるのっていうけど、このトークができるんなら、うん、俺はやってみたいね。そのもしねあの交渉としてちょっとだったら記憶少し残してほしいと。だったらそれだったら絶対できない。だからほらこういう人が宇宙船の様子とかたまに喋るわけじゃん。でもだって現れてるのはただの普通のさ知り合いみたいな人が現れてきてさ、うんうん、ちょっとさあの埋め込めたいんだけどさ、うん、君ちょっと来てくんないかなみたいなのってさ、うんうん、怖いじゃん。外国行って外国の人にさちょっと来てくんないかなって言われてるの怖い。いやそれ怖い。それ怖いんだって。怖い怖い。宇宙人の方がだからもっと怖くないだって。だから多分こんなことしないと、うん、多分もうさらう前にも記憶消しちゃうつか、その、あそうね、だから分かんないうちにやってんじゃない、うん、だけどそれでもしさ秘密が知れたりさ、ちょっと宇宙船乗って宇宙ピャーって行ったりとかさ、うん、あなたの知らないぐらいのものすごい進んだね、うん、科学技術というかを見せたりとか、うん、そんなこと自由自在にできるみたいな、だったらそれを見るっていうこと自体がさらわれたりとかしてもいいぐらい価値がある、うんうんうん、でももう帰れませんって言われたらちょっとなと思っちゃうけど。帰れませんって言われたのも絶対嫌だし、でも帰れませんって言われてもそれ信用しないよ。帰れねえよ絶対っていうか、まあね、てかそれ以前にお前何言ってんだこの人ってずっとなってる気がする。まあね、うん、でも俺じゃなくていいだろうっていうもんね日村さんと。違う人に入れてなんで俺なんすかって。そうだよね、うん、言うよね、うんうん、でも、まあ、でもだからそういう条件でもし何かあったら言ってもいいかなは少し今もある。まあね絶対嫌だってこと。いや今その喋ってる分にあれだけど、うん、まあでもそうだね確かにさこういうのって乗っかってた方がいいなっていうのもちょっとあるよね。乗っかってた方がいいなってそんな仕事的なノリじゃないけど、でも自分の興味本位しその要は探求心だよね。だって誰も分かんないようなさ、うんうん、本当に今まで、うん、でもなんとなくみんなうっすらそういうのがあるんじゃないかっていうさ。あだから石田さんはそこの絵のやっぱ探求があるんだろうね。探求心がね。なんだってさ、うん、だ地球以外に生命体がいない方がおかしいし、うん、ただそれが地球に到達できる技術力を持ってるかっていうのは疑問だし、うん、あと地球を見つけることができるのかっていうのはあるけどね。そんな、うん、いっぱいあったら別に地球を相手にしなくたっていいんじゃないかとかもあるし、うん、そういう意味では来るかどうか宇宙人がっていうのはまた別の話かもしれないけど、うん、いるはいるだろうなと。いるはいるだろうね。だってそんな説明つかないじゃん。地球にこんなにいるんだし、こんなにいろんなもん作ったりしてる生命体がいるんだからね、うん、まあ、だからもうバッて現れてもうガッとさらってほしい。そしたらあのこの会話でさ、なんかこのバッて来てバッてさらわれるの怖いね。いや怖いけどゆっくり手紙かなんか一回もらいたいね一応事前に。いやそんなの手紙が来てペッて破ったらパッて開けてバッて見たら、うん、さっき言ったようなことが書いてあるんでしょ。突然すいません、丁寧に書いてあるんですけど、もう驚かせるつもりはないんですけど、一応ちょっと事前に、まあ嘘だと思うよね。まあ嘘だと思うしまあね、だってこれってやっぱ誰かに言っちゃうじゃん絶対。ちょっと手紙来たんだけどさ、うん、言う ね、うん、でもこの手紙はあの
自然に消滅しますし、もうしちゃうんだ、うん、あのふわっとこの記憶も消えるようになってます。それそしたら意味ないか。それを見た人も消えちゃうってことね。その、うん、友達に見せました、この友達 A 君もその読んだ記憶が消えちゃうってことね。もうその手紙自体も存在が消えちゃう。存在が全部ね見えてる。でもそしたら意味ないね、予告手紙が来てもね、うん、いやなんかそのわかんない、俺はだからその手紙でもいいし、うん、電話とかメールとかでもいいんだけど、そのちょっとずつされてんのってちょっと怖いっていうか、うん、だって一気にされて、一気に宇宙船の中までとりあえずもう目隠しされて、もう手間も全部縛られて信じないでしょ。でもそうしたら、ま、信じないけど宇宙船見たらもしかしたら、その規模にもよるよね、うん、本物の感じかバラエティの感じかですぐ、うん、いやそうだね、で本物の感じ出されたら信じる。だからね、これはだからもう前もドッキリの話したかもしれないけど、うん、もう何年か前のカンボジアでドッキリかけられた時の先週だっけ、うんうん、ね、あ要するになんか遺跡発掘の村とかわざわざバナナマンのドッキリ規模、ね、作ってくれたって、あの頃だったら、うん、それ信じてたけどさ、うんうんうん、今宇宙船にさらわれたっていうのこれドッキリだろと思っちゃうかもしれないの。じゃあどのぐらいだったら日村さん騙されるんだろうな。銀色のさ、うん、銀色のさ、うん、キャンピングカーだと騙されないでしょ、うん、日村さんが宇宙船で止まってるってこと、中に子供が全身タイツ銀色の着たぐらいの感じで後ろからスピーカー流れてたらバレちゃうね。いやもうこれは番組だなーってなっちゃうねお金ないのかなこの番組、なんかそうだよな、なんだこの規模って思っちゃうかな。そうだよ、ね、もっとじゃあもうなんかアメリカとかのさ、うん、なんか広大な敷地にいきなりさ、うん、エリア51みたいなところみたいな砂漠のところにポンって連れてかれたら、うん、そうだね、しないとってことでしょ。そうだね、でもそれじゃもう騙せないもんね。うん、そうだから、うん、なんかちゃんと見て、あこれマジなんだっていうふうに思いたいというか、うん、これでもさっきのニュースでさ、そのいわゆる電波受信できる惑星が29ぐらいあると、うんね、うん、そのうちからいつかこういうことをよくこういうニュースが出るとね、うん、あのいやびっくりしないように小出しにしてるっていう説が、うん、なんかアメリカとかは秘密裏に何個かの宇宙人とも実はね、うん、本当はもうなんかそうそうそう、あのコンタクト取れてる可能性もあると。ほんでにあの地球に有効的な、ね、宇宙人と技術開発の面でもね、うん、いろいろとちょっとなんか教えてもらってるとかってさ、うん、そんな話があるじゃない、うん、それで、ね、小出しにこうやって出していくことによって、うん、あの驚かせないようにするとか、そう、ね、映画とかああいう物語なんかでもなるほど、ちょっとずつそういう情報をこう、うん、みんなにすり込みだよねこれね。そうそう、でこういうのももしかしたらこうやって出してる可能性があるわけ、うんうん、だからもう電波受信できる惑星があるかもしれません、うん、つったらもう次はメッセージ来ました、うん、になるわけ。メッセージ来たらこれすごくないメッセージ来ちゃったらね、どうする、来ましたみたいな、うんうん、でもなんか全然わかんない変な字が届きました。いやだからだからそうだ、どっちが信用するかね。それをちゃんと英語で書かれちゃってるとさ、そうなのって英語で書かないだろうってなるね。なるよね、うん、まして日本語なんかで書いてきてもね。いや日本語はもう絶対信用しない。なんで日本語出すの、そんな日本中心の考え方だわ、ね、もうおかしいってなるからさ、ね、でもわけわかんない文字で来てもね。そう、そっちはそっちで、そりゃもう何これ、なんでもありじゃんこんなことしてたら。でさ、じゃあ信じないわ、うん、誰も。そうしたらね、ねどうすりゃ信じるんだろう。いややっぱりだからバンって現れてくれて、俺は露骨にさらわれたいわけうわーってその時めちゃくちゃ怖い。俺もう超パニックると思うけど。そりゃそうだよね。思いっきり UFO を見せてくれて、うん、これどう見てもこれはもうちょっとこれ番組 の、 そのドッキリのスケールとかじゃないなっていうのをなんか感じたいの、うん、それでもあなたに今、要はこれから脳にチップを埋め込みたいんです、これいろいろなことのちょっと研究なんですとかっていうのを言われたらもう心決める気はするけど、うん、そうね、うん、違う。でもさらわ、でもそんな技術力が高かったら日村さん確かにチップ入れねえよね。確かに今いろいろ考えた結果人個人にチップ入れるって意味ねえもんね。なんかさらうとかもなんかすごい原始的で、原始的だ、それ人間の発想だ、人間の発想なんだ。別にさらわなくたって何も全部わかるだろうし、そう、記憶消せるような人がさ、何さらう、本当だよ、ね、さらうってなんだよ本当だよ、
払わねえだろ払わねえもうフォイで全部やれよって感じ本当だよねシュシュシュってやれば だからいいわってなるわこの星いいわってなるわなるよねだってやっぱ設楽さん的にさ、うん、やっぱ言ってくることが全部さ、うん、俺たちより地の上だよね、うん、なんか俺たちよりさ、うん、明らかに上じゃんどういうことだから記憶消せるとかさ、うんうん、そういうこと言うじゃん、 なんか記憶消せる宇宙人がああでもそういうのって物語とかでいろいろ見てるじゃん、うん、あのメインブラックとかでもさ、うん、ピンって光見せると一瞬でその記憶が消えるとかさそう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 なんかそういうのの情報を寄せ集めたら、うん、そうじゃないかなとか、ね、あのいわゆるそれ埋め込まれた人たちって大体なんか覚えてなかったですね傷跡が急にあるんですか、ねうんうんうん、でその中でもちょっと覚えてる人が出てくるんだよあそしたらこんな感じの船内でこんな人がいてとかあそんなねそういうのあるかもねでも前世覚えてますじゃないけどさ記憶ちょっと残っちゃってるみたいなパターンのねでもどうなんだろうねな結局ああいうのってさ、うん、なんかあのほらミステリーサークルとかああいうのもさ結局人がやってましたとかさ、うん、ミステリーサークルってそうだったんだっけそうそうそう人がやってたっていう終わり方だっけあれは大体人がやってるまあでも謎のもあるんだけどでも大体、うんうん、大体人だって大体人だっけでもナスカの地上絵とか、うんね、ああいうのになると、うん、何のためにそんな空から見えるものがない時代に何でそんなことするの、うん、とかっていうのは分かんないね、うん、あと壁画とかさ、うん、昔のピラミッドのああいうのにもさ、うん、なんかちょっと未来の乗り物が書いてあるとか そうだね、そういうのがあったとかさ、うん、分かんない分かんない、ね、だこういう話って答えがないから好きなのかもそうだねだから昔からそういう話はずっとされてんだろうね、うん、宇宙人いるなとかさ、ね、だからそういう壁画で書いちゃうとかっていうのもそういうことだもんね、うん、もちろんね人類がそういうの考えられるこの知能があるから考えるんだろうねだって人類なんて、うん、地球の歴史で言ったってさもうほんとちょっとのさ、うん、ほんと24時間に直すと ね何秒みたいな時間なのにさ、うんうん地球自体だって星としてさ、うん、そんなにもっともっとすごい長い年月やってて、うん、長く生きてる人、うん、なんか知的生命でいるかもしれない、うんうん、そうねでもさそしたらこういう電波もねキャッチされてる可能性もあるし、うん、この電波が今でしょそうそうそう、うん、もうこれも届いてるってことねうん、うん、こういうのをさ例えばじゃあ、ね、地球で起きてることとかももしかしたら把握してる、うんうんところがあるかもしれない、ねうん、でもさそしたらわけわかんないことやってたらわけわかんないことをこう電波に乗って喋ってたらさ、うんうん、それどういうふうに理解するんだろうね、うんうんうん、もしっかり、うんうんうん、宇宙人がでしょ、うんうん、外国のテレビ見てなんかやってんなとかっていうぐらいのノリで聞いてんのかな、あそういう韓国とか行って韓国のバラエティとかねあ見た時とか何言ってるかわかんないけどなんかやってんなっていう、うん、でもラジオなんかじゃ全然わかんないね言葉がわかんなかったら、うん、まあ全然な言葉がわかんない限りは全然わかんないだろう ね何やって映像もないんだからね映像もないしね、うん、じゃもしかしたらこれからやることはさ、うん、全くそういう人たちには理解できないかもしれないんだけど、うん、俺ね今日これを見つけたんだけどさ、うん、このトングっつのこのゴミ拾う長いタイプのねこれあったのうん何の話えトングを出してきたけど何の話これこう鉄のさ、うん、いわゆるこうゴミなんか昔拾ったそうだね長いトングだね焼肉とかのトングじゃなくてねこれもトングでいいのかねこれトングでいいんじゃないかなね多分ねこれが何気にあってさ、うんまあ、いろいろ考えたというかさ、うん、例えばこれでね、うんまあ、また開いて立ってもらって後ろ向きにね今さ、うんうんうん、これ下からさカーンってやるわけあの素っ裸でねさすがだね俺は別にズボン履いてもいいと思ういやもうこれスパダカ以外ないでしょだってこれいやスパダカだったらこれ地獄じゃん地獄だしたから地獄だと思うスパダカやるこれ怖いじゃん、うん、ちょっとさ今やんないからやるよどのぐらいの恐怖感か一回ちょっと教えてほしいんだけどいややんないやんない本当、うん、やんない本当にやんないやんないからちょっとこのままでいいからもしこれでマシンもっと開いてもらってでこっからいやー怖い怖いやってないじゃん今、うん、で俺思ったんだけどこれをやるとするじゃん、うん、ね、うん、これが罰ゲームだとした場合うん何かのね何に見合うかねこれはここでできる何かゲームなり何かやった時にこれを食らう人を決めるって言った時どのぐらいのもんだったら見合うかねどれぐらいのゲームをやるかってことそうそうそうはあ、もうこれ相当怖い相当な罰だもん、うん、あの何ってまだ前例がないから
前例がない、うん、そうだね、これ誰か一人でも実はこれぐらいなんだって。だから AD の子とか偉いなと思うね。ああいう番組のシミュレーションでやってくれるスタッフさんとかって結構やってるからね、ゲーム。これはやっぱそれはまあ面白いのかとか危険じゃないのかとか、そういろいろあると思うからね、うん、これ相当な罰だと思う。だから必死でやるもんゲーム。そうだね、うん、待て、いやもう音も怖えし、これだと、ね、このここやられるっていうこの想像の怖さだよね。そう、今見えてるから、この想像できてるから、リスナーのこれ結構怖いから、立ってて後ろから下からコーンって上げられるから。しかもこれヒロさん裸でって言ったんだ、これ俺はズボン履いてていいと思うんだけど。いやーめちゃめちゃ怖い、いやめちゃめちゃ怖いじゃあそれか、まあ見えてたら怖くないのかね、だったらこの、いやめちゃめちゃ怖いじゃあそれかこの前でこうこぐるってこと、うん、あーでもね下よりは、下より下だね、下だね、やっぱ弾がカーンって上げられるのがやだ。これじゃあ相当なゲームとかなんかわかんないけど、うん、じゃないとだね、うん、なんだろうね、じゃんけんじゃもったいないもんね。まあ、でもすごいじゃんけんやん、マジで。一回きりのじゃんけんもうすんごいよ。うん、必死でやって、もったいなくない、でも、まあでももったいなくない、あっち向いてほいとかはやりたくない。なんかこれじゃない、なんかあっち向いてほいって、うん、あれやっぱテクニックだと思うんだよね俺。なんか運じゃない気がして、 あっち向いてほい、うん、まあ持ってかれちゃうんだもん俺。まあそれは不得意あんじゃない、その持ってかれちゃうって自分で分かったんだったら持ってかれないようにする、ぐわーっあれ向いてんのよ指の方に、あれ見ちゃう。あでも何回もやってると見ちゃうか、うん、どっち向くか決めれえじゃん、向く前に指見ちゃうからそっち向くんじゃない。そうそうそう、あそうやってんの、いやいやそうやってんのっていうか、うん、俺なんかしないけど向いちゃういやいやそれ弱いよめちゃくちゃでもまあそれは刺す人の指にもよるんだけど、うん、これなんかちょっとやりたいよね今。もちろん、え家帰ってってこと最終的にこれを今日食らうってこと。うわこれきついな一回曲対決いく、まあ長く、まあまだ時間はありますいやいや分かんない、俺かもしんないし井村さんかもしんないし大倉かもしんないわけだから大倉は入っといてよ、3分の1にしとこうよ。いや怖すぎますかね、めちゃめちゃ怖い。曲対決いく、うん、じゃあ俺ね、上白石萌音さんね、うん、はい、萌音ちゃんのですねカバーアルバムから青空ブルーハーツの、うん、俺江口洋介さんの恋をした夜おなるほど江口さんおどちらがかかるでしょうか。あ、うん、上白石さんかな、うん、青空よ、うん、はい聴いてください。日村さんメール来てますよ、うん、はい、ラジオネーム3歳の際、はい、天才芸人天才作家、スーパーホーケーこんばんは。やめろ、なんだスーパーホーケーって、おい日村なんだよ。レーシック鼻の軟骨除去インプラントまでやって、うん、チップ嫌なのかよ、変なとこ頑固あさっきの ね宇宙人の話ね、あ、まあ、いろいろ手術して、確かにね、うん、そんなん別に何の害もありませんっつってんだから入れてもいい気もするけどね。いやいや、だそんなの害もありませんっていうこれを信用できないんだもんだって、うん、ね、まあね、うん、でもいろいろやってんだから、だからインプラントとかも最初にやった人がすごいと思う、レーシックとかも、まあね、ね、トップの人がやっぱすごい、まあまあ、だからでもそれはあれじゃない、そういうのがさ新しい技術っていうのもあるし、うん、そのそれをしないとっていう状況にもあったからってのもあるんじゃないですか、技術の進歩でね、うん、いろいろこれが広く安くできるようになってっていうのがあるかもしれない、うん、ラジオネームキツネのルーシャーさん、うん、したらボンバイエインプラントボンバイエ単焦方形エこんばんは、なんだボンバイエボンバイエね、うん、方形エ、うん、おい日村、うん、よく忘れ物したり記憶をなくしたりしてるからもう何回も宇宙人に拉致されてるかもしれないぞ。本当だよね、そういう風にね、もうすでに本当そうだよ、こんな話してんのにいやいや入ってますけどって言ってる可能性あるから、ね、ちょっとそういう風なことも思うんだよね、世の中のいろんな動きが、うん、実はもうこれ宇宙人の仕業なんじゃないかという、そうそう、これあるかもしれない、うんうん、俺のこんなしょぼいことまで仕業かもしれないにずるいよね、そしたらそれが俺の鍵がなくしたりとかもそんなわけない宇宙人の仕業なんだよこれかもしれない、ね、かもしれない、
うん、ラジオネームツタン、はい、天才カイザー天才サッカー大倉さん、包茎バイキンマンこんばんは。うるせえな、もう。おいバナナマン、なんだよその言い方。マジで説明してくれ。なんだよ、トングで何やってんだよ、宇宙の話どこ行ったんだよ。わかるわかる、ちょっとやっぱ難しいよね、まあ、だから宇宙人も聞いてるかもしれないから、うん、俺たちはこうだっていうのをちゃんと伝えなきゃいけないっていう、うん、宇宙人に向けた放送というか、うん、聞いてる可能性あるのかな。そう、急にね、うん、なんだっけこれ、火バサミとも言うらしいよ。そう、トングの長いバージョンなんだけどね、あのゴミ拾ったりこう火あれか炭とかこう掴んでなんかこうやるやつか、ね、はいはいはい、バーベキュー場とかになんかありそうだよね。これでも実家の時こういうのあったよ、そういえば、うん、これでなんかこうやってやってた、うん、そう、うちもあった、うん、これ、うんうん、犬のうんことかこれですか、ね、そう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 、うん、犬のうんこバサミなんだよね、まあ、何でもいいんだよ、何でもいいんじゃない。そう、お庭にこれを今からね、うん、ポコチンにパチンってやろうっていう罰ゲームが決定したんですけど、うん、じゃあこれでどういう罰だったら見合うのかっつって、うん、でね、今ちょっと話したじゃんけんでもいいし、うん、なんつったけど、うん、じゃんけんじゃなんかあっさりしすぎてて、うん、なんかなっつって、うん、やっぱこうなんだろうね、このちょっとこう向かってく恐怖感、例えば3ペナだとしてね、あペナシステムのゲームとかでもいいとか ね、3ペナだと怖いね、もうリーチかかっちゃったりするとか、うん、でも巻き返せばまだ逆転があるみたいな方がいいよね。そうそうそう、一撃だからあっち向いてホイとかよりはいい、よりはいいと思う。うん、そうだね、うん、だから例えばほらあるじゃん、かわいいものといえばせーの、うさぎみたいな、あ大倉も入れたら同時にできるゲームね、同時に、うんうん、1対1の差しの勝負のトーナメントとかじゃなくてね、そう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 、うんうん、そう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 ペナみたいなんで、うんうん、それでやってみる、やってみる、本当にもうやる、いや本当はやりたくないけどこんなやりたくない、こんなのやりたくないよ俺は、うんうんうん、じゃあやってみようか。でもそれで、まあ、もう3ペナで、3ペナでいいんじゃない、3ペナ、あの合わなかった1人、例えばね、あまりもなかった、だからバラバラだったら、うん、それはもうノーカウントでしょ、ノーカウントでいいよね、2-1の構図になったのが、うん、あいいね、そういうやつ、そうしようか、怖、はい、やろうか、超怖い、やべ、やろうか、もうやろう、じゃあ最初はグーじゃんけんぽい、あ最初はグーじゃんけんぽい、あ大倉が勝った、じゃあオクラから時計回り、時計回りね、お題を出してね、はい、はい、いきますよ、うん、夏といえば、夏といえばね、いやさすがの僕の口の調子なので夏といえばでやりますさっきさちょっと笑っちゃったんだけどさ、トウモロコシ食ったんだって、うん、でちょっと飯食う時下の入れ歯外すじゃん、ね、トウモロコシって上と下があるから身がサクッて取れるんだけど、うんうん、上だけカッて言っても下がないからドロッつって全然トウモロコシ一粒も入ってこないむしろ下が大事じゃない、はい、今日ご飯屋でちょっとそのトウモロコシを出しても食べたから一、うん、個も食えないまま返したただ舐め回しただけトウモロコシ でちょっとぐらいこの横で食えないのかって横いけないんですよ、横入ってかないんですよどうにもなんないトウモロコシ食べたいのにっって、ね、下の歯がないとトウモロコシが食えない、食えないってそれはわかる、俺も分かると思う、夏といえばね、夏といえば、夏といえば、オッケー、ちょっと広いな、ね、広いね、広いよね、まあいい、これぐらいの方がいいよね、はいはい、うん、じゃあ、はい、いくよ、はい、せーの、スイカ、おー、今何、いや、みんなスイカ、俺スイカ、スイカ、俺スイカ、スイカ、オッケーオッケー、スイカ、あぶねえ、なんか怖え、今の怖かったじゃあ日村さんだ、はい、うわ、怖え、怖くすぎない、怖すぎるね、ペナ1になったらめちゃめちゃ怖いねこれ、まあ、これめちゃくちゃ怖いねじゃあどうしようかな、うん、まあみんなが言えるようなのでも全然楽しめるから、ね、はい、今そう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 、まあいいよ別に、そういうのでいいよ、ね、そいでく系じゃなくたってね、とりあえずね、うん、犬の名前といえば犬の名前もうみんなバラバラだったらね、うんうん、ノーカウントだからね、うんうん、やりました、いいですか、はい、犬の名前、怖っ、犬の名前といえば犬の名前といえばううういいよいくよ、うん、せーのポチ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 、危ねえ危ねえ危ねえ、怖い、怖え、今俺白とかも思ってた、白とかもあるじゃん、ポチ、はい、ポチで言ってよかった、黒とか、これ怖っ、うん、こんなのやだね、じゃあ俺ね、はい、
行くよ、うん、ちょっとじゃあ行くね、ちょっと勝負、ちょっと攻めるよ、攻めよう。こから始まる飲み物といえば、うわうわこから始まる飲み物ね、はい、いい、はい、いきますよ、はい、せーの、コーラ、俺コーヒー、コーラ、コーラ、やべえ、やったー、マジやったー、よっしゃー、したらペナ1です。うわーやっちゃった。おー、もうどっちかだよね、どっちか、うん、ね、うーやべえ、やーペナ1だー、怖えよー、怖えー、いやー怖え、コーラも怖え、コーラ、コーラだった、コーラ、コーラ勝負だった、コーヒーだった、うん、コーヒー飲んでたんだけどね、あーこれも北田さんだから絶対コーラつけた、俺に合わせに来た、俺も実はそっちなんです、あーそう、コーラで合わせたの、これは確率的に高いって、あ本当、はい、俺がコーラって言うと思った、言うと思った、ここに乗った方がいい、絶対ニーニャなるなと思ったんで、あそう、ね、はい、ニーニャなると思う、やべ、うん、そんな、はい、でも、ね、そうしてもずれるもんだね、そうだね、うわやべ、ペナ1だよ、はい、どうよかった、もう一発勝負じゃなくて一発勝負だと終わってた。どんぶり料理、どんぶりといえば、うーわーうまいなそれ、どんぶり、どんぶり、マジ、うわ超怖い今怖いって言うんだろうみんな、くーマジか、どんぶりやばいよ、俺ダメなのかな、これ俺前行っちゃったらペナ2でリーチだ、怖いよやばいよ、2人まだ余裕だもんね、まだ余裕、どんぶり料理といえばどうなるかな、これ怖すぎるぜ、どうなるかな、いいよ、行きますか、はい、行くよ、決めた、はい、はい、俺も決めた、はい、せーの、カツ丼、カツ丼です、カツ丼、カツ丼、ああ怖え、なんてなんてこれ、俺今でも天丼もかなり迷ってた、あ俺牛丼と迷ってた、そうす、牛丼と迷ってました、怖、危な、あ面白い、やばいよ、怖いよ、じゃあ日村さんね、あ一回お知らせ、一回お知らせ行こうか、あドキドキお知らせです、行こう、怖TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド、やったるー、さあ今このね、はい、火ばさみ、火ばさみ、トングの長いです、はいはい、これでね、これは見つけたから、これまあこの足首ぐらいからこの股のとこに上にね、パーンって上に上げてねっていう罰をね、罰をかけて何やったら面白いかっつって、うん、揃うやつでペナさんになった人が食らうっていう、やっております今やっておりますけど、うん、〇〇といえばそう、ね、っていうやつ、日村さんの番だね、次俺、これもし自分で考えてたのでもいいけど、うん、もしリスナー〇〇といえばのお題考えたら、確かに送ってくれたらそれあの言ってもいいことですね、ていうかもうすぐ決まっちゃう可能性あるけどね、うん、俺はもう今ペナ1だからね、今俺と大倉はゼロ、まだゼロです、そうだっけ、うん、はい、いや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 、これはもう全然何もないよ今2人とも、俺を見たけど、俺どうだっけ、俺を見たけど2人とも負けてんだっけみたいな、いやないよね、ゼロゼロ一、ゼロゼロ一、じゃあ宛先言っときます、はい、宛先メールです、バナナアットマーク tbs.co.jp、 バナナアットマーク tbs.co.jp、 あのお題送ってください、お題をね、ね、まるまると言えば、と言えばみたいなやつお題送ってください、やるじゃあ、いいすか、日村さんだよ、俺、うん、怖いよね、え怖いね、うん、まだ2人いいじゃん、全然綺麗だから、俺なんかペナ1だよ、もう一気にリーチかかるかもしれないもんね、このまま、本当だよ、 2位いったらやばい、2はやばいね、もうやばい、絶望だよ、ね、本当だね、うん、じゃあお弁当の種類といえば、お弁何々弁当、何々弁当、うわ何々弁当、何個かある、何々弁当か、うん、うわいいの出す、何々弁当ちょっと勝負いった、うん、いや揃うかもしんないしバラバラになるかもしんない ね、まあ、ね、もしかしたらね、怖えよ、っしゃ、いいっすか、はい、うわもう決めたの、もう俺はこれをお題出して、うん、これでいくって決めてた、うわ怖いな、うわ怖い、いいよ、いきましょう、お弁当といえば何々弁当、いきますよ、うん、せーの、海苔弁当、
俺はのり弁。俺のり弁。やった。マクロシやった。ホームランが前が一番。わあ怖い。うわ怖い。よかった。のり弁。のり弁。のり弁。いやー俺唐揚げかのりで迷った、ね。俺も唐揚げかのりで迷った。俺唐揚げかマクロシ。うわあのり弁なかったんだ。のり弁なかった。ああ。ペナイチでもかなり恐ろしいだろ。恐ろしいです。もう急激にもうやる気がなくなって。もう怖かった。はい、この一人だけ違う感じね。やだね。怖いね。いやよくのり弁揃えたわ。のり弁揃った。嬉しいわ。のり弁だった。うわなんだのり弁だろ。のり弁なのここ。ここのり弁だろ。幕の内ないわ。幕の内って幕の内は。マジないわ。そんな食わないです。唐揚げかのり弁か。唐揚げかのり弁だった。言わないと思った幕の内ないだろ幕の内ってお前お前おじさんかよお前おじさんなんだよノリ弁だっておじさんだろ幕の内弁当なんだよ幕の内弁当なんだよ幕の内弁当うるせえおじさんかよ幕の内弁当なんだよお前幕の内弁当ばっかりとも食わないしあー怖い怖いあー怖い怖い怖いな木村さんだけ無傷のまだ無傷俺いいねいいねじゃあ俺これちょっとリスナーから来たやつにしようかな、はいはいラジオネーム布団から唐揚げ、うん帰り咲き設楽さん、うん、ドラゴン桜終了大倉さん、うん宇宙宝剣こんばんはなんで宇宙人があなたは宝剣にします分かってるもうなってんだよなってんだよえあじゃあさらうやつ間違えた丸丸といえば、うん、いきます、はい、M1 チャンピオンといえばいいお題だなこれいいお題だな、うん、これはでも結構バラバラになる可能性もあるけど ねこれいいお題だないいお題だね、うん、M1 チャンピオンといえば、はいはいはい、決まったもう、はい、嘘、はい、マジこんなの決すぐ決まんのいや僕なら、まあ、自分の中でのあるんじゃない僕の中ではもう2択なんですよねよし決めたの、はい、いい、はい、OK いくよ、うんせーのブラックマヨネーズえブラックマヨネーズブラックマヨネーズよっしゃなんだ嘘だろ合うそこブラックマヨネーズ、 マヨネーズ俺サンドもう番組も一緒にやってるしサンドももちろんそうだけど俺日村さんがだからサンドって言うと思ったんだ俺ブラックマヨネーズが中川家だったもうまあ中川家もあった初代ね、うん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 、やべえもう俺じゃなやばいリーチやべえシナニなんてもうこれもう絶対やばいやばい、はい、いいよ、はい、これまずいなんだよ布団からか唐揚げいいおいいお題だったけどさこれすごい展開やべえよすごい展開こんなの宇宙人に聞かれたらどうしよう宇宙人も笑うよこの放送いやいやなんか怖いんだろうな、ね、なんか楽しいんだろうなは分かると思う楽しさの中に恐怖が入り混じってる感情だもんそうそうそう分かると思ういやー怖怖いよやべペナ2、はい、大倉ペナ1ペナ1ゼロ日村さんペナ2、はい、ゼロ、はい、ゼロゼロ日村さん強えな今強いね金玉系は日村さんなんですなんで金玉系本当だよ金玉専門芸人だもん金玉専門芸人って何よ幕の内弁当これ大倉ね幕の内弁当何あれ幕の内弁当なんか恥ずかしいですね幕の内弁当ないじゃん何あれなんか出せた出せたやばい、ね、これはピンチもう次決まるかもしんないんだ俺はちょっとそれっぽいよ M1 系とかじゃないですけど、うん、ちょっとそういう芸能系のもの芸能系、うんうんはい、怖え何、うん、星野源の曲といえば、うん、それちょっと待ってこれはどれにするか迷うよ、まあったなこれはもう決まる可能性あるな、はい、俺これあるね今ね源くんの曲、はい、といえば、はい、頼むよ、はい、頼むよいい、はい、もう決めた俺も、はい、行こういい、はいはい、せーの来い俺来いうわーやめたよかった日村さんがさ俺3って言ったのだったんだよねあーこれは恋、まあ、恋なのか恋なのかどっちかだよ
怖すぎるよ。日村さんペナ1。ペナ1になった。俺ペナ2。2位。大倉ペナ2。いや、ペナ1だった。ペナ1だった。まあ、これ、びっくりしちゃってる。シンプルに面白くて。え？シンプルに面白くて。ペナ1だった。2にされてるっていう。怖えよ。やべえ、が、でももうずっと俺ピンチだからな。ピンチだね。崖っぷち。怖え。よかった今の超嬉しかったんだ、ね、誰かが同じの言ってる感じが分かった瞬間超嬉しいんだ、ね、俺だけ違うのが分かるんで、ね、また2文字ずつだから恋と3っていや怖すぎるよ、ね、いやそしたらとかさ最近のやつとかもあるしさそういうの来るかなと思ったもん。うわ怖かったね。いやファミリーソングもあるしさどれだってなっちゃった、うん、いや怖かったね。怖かったね。うわ日村さんだ。どうしよっかな。いや恐ろしい。もう常に俺はもう崖っぷちだよ。ピンチピンチ。なんかそんなんか、うん、そうだね、いいよゆっくりでも、うん、ゆっくりでそんな慌てない、うん、そんな慌てるもんじゃない。慌てるもんじゃないよ。こんな楽しいつまみがあるんだから。ほんとほんとほんとだよ、ね、いやもう俺ドキドキだけどずっと楽しくやりたいよね。なんか1回ぐらいね。あペナ5とかでもよかった、ね、よかったかもしれないね。永遠にやってたよ楽しくてでもうっすらずっと恐怖があるから。恐怖なんですよ。ラーメンの味あこれいける。うん、いけるっていうかまあ怖いけど。何何ラーメン、ね、マジで何ラーメン、ね、これで外したらもう食らうのかよ、うん、怖えぜ。分かりました、うん、いいか、うん、何何ラーメン、ね、ね、何ラーメンね。いきますよ、うん、せーの、醤油。やっちゃった。やった。え、なになになに。え、俺醤油。醤油。え、俺から何。豚骨だって。おいおい豚骨。おいおいおい豚骨ねえだろ。ここは醤油。醤油。醤油だろ。うわやったよこいつ。なんでここで豚骨って。なんでお前、なんだよお前。幕の内弁当。幕の内弁当。なんだお前。おいおいどうした。おいどうした今豚骨ないだろう。おいこれどうした。なんで。いや俺ね、木村さん、なんで豚骨なの。なんで豚骨なの。豚骨の方が何。豚骨なんだ。おい豚骨なんで。豚骨じゃねえよ。なんで豚の骨なの。おい豚骨くんどうした。豚骨くん可愛いな。なんで豚骨なのよ。なんでなんか語呂が醤油ラーメンっていうよりも豚骨ラーメンの方が言いやすいかなと思って。何言ってこと。いやこれで俺みんな絶対醤油って言って。これはまあ俺はそっちだ。いやーすごいね。一回流すつもりの。なるほど ねやべ。まさか涙まさかのここでほら来たペナ入るとは。怖えやるね。もしかしたら次で終わっちゃうんじゃない。大倉がペナ2 俺もペナ2 ペナ俺1。本当？本当？それ言われてみれば確かに。なんでだ。少しだけ。今三だけ。三だけ？三だけ。あの時ずれたの。俺も何間違えた？俺コーヒーぐらいじゃない。サンドイッチマンね。そうですね。俺コーヒーとサンドイッチマン。僕らが幕の内弁当と豚骨ラーメン。言い方ぐらい出せんだよ。俺のおめえが言うなよ出せとかって。幕の内弁当と豚骨。そんな言い方してないですからね。バカで美味しいのと豚骨。バカ見て。豚骨だなお前。豚骨。うるせえな。お前は。豚骨ラーメンで。豚骨ラーメンで。豚骨ラーメンで一言も言ってないですよ。いや、なんで俺怖え怖え。いやこれでちょっと俺希望が見えてきたのか。ね、でも俺もいつだって崖っぷちだからな。これもう。いや俺も次俺だっけ親。そう。自分のお題でやられる可能性もあるからね。そうだよ。さっき俺自分でハマった、ね。あそうだね。M1 のやつね。怖すぎる。あもう怖いね。どうしようかな。まだ2時なんで。まだ2時10分過ぎぐらいなんで。あそうだよね。まだ全然。どうする。もうやっちゃう。それかコーナーとか行っちゃうか。あどうしよう。コーナーにしときます。コーナー入ってみる。コーナー入ってみる。はい、いいよ。このなんかこのなんか胃がキリキリする感じっつうの、うん。なんか怖いもんね。そうだね。じゃあ一回お知らせ挟んで。何この緊張感がある放送。お知らせです。はい、TBS ラジオ金曜ジャンク、バナナマンのバナナムーンゴールド。ありがとうございます。やります？やりますか。ね、この火ばさみトングでね、金玉、うん、金玉トングね。うん、今、うん、俺がペナ2、2大倉がペナ2、うん、木村さんがペナ2。
はい、1ペナ1俺1あそう、うん、ペナ3でこれ食らうってこと。そうです、今2人リーチだから。本当だよ、怖くてしょうがないよ、うん、怖いもうすごい、もう本当に。でも大倉がペナニーになってくれてすごくちょっと嬉しいんだけど。そうだね、でもいつだってこれはもう崖っぷちだから。うん、木村さんは気持ち的にねまだ楽ね、多分なんないなと思ってる今ね、うん、うん、でも次の展開にもしなったら俺が、うん、分かんないね。大倉がなんかすごいもうため息とかついちゃう。そうなの、気持ち的に今ちょっと僕やられてますね完全に。さっき豚骨ラーメンショップでやった、うんうん、豚骨ラーメンショックで、豚骨ラーメンショックで、なんだその言葉、豚骨ラーメンショックってかなりやっちゃったって感じですね。まあな、そうね、そうだな、幕の内弁当ショックはそこまでじゃなかったもんな。そうですね、幕の内はペナ2になったからね、はい、豚骨ラーメンちょっとやっちゃったなって感じ、うん、怖い、うんうん、気持ち的には追われる立場だった。よっしゃ、そうだな。じゃあ俺だよね。はい、じゃあ、 リスナーからもらったやついこうかな、はい、ラジオネームありがちなナイチンゲール、うん、天才カイザー、天才作家、バルフラミンゴ、こんばんは。バルフラミンゴお、首がフラミンゴだ。そう、うん、昔話といえば、あ、なるほど、昔話といえばね、うん、はあ、うん、まあね、まあ、いきますよ、はい、いいですか、はい、決まりました、はい、これで決まっちゃうかもしれないからね、はい、本当だよ、はいね、うんうん、大丈夫、僕ら幕の内弁当って言うんじゃないですか昔話で幕の内弁当ってありそうです、まあ、ねえよそんなの何ありそうなんで幕の内弁当いくよ昔話といえばせーの、桃太郎。桃太郎、桃太郎、桃太郎でした。うー、怖い、でも怖いね、やっぱね、でも怖い、桃太郎だな、オクラだね。どうですか、どうする、ちょっとリスナーからの自分のでもいいよ、自分のでもいいよ、自分のでちょっと、うん、ちょっと難しいやつだし、ここで一回、あ、あえてね、うん、勝負行くんだ、勝負に来た、はい、勝負行くんだ、はい、うん、僕らが子供の頃の、うん、ザ・アイドル、うーわ、えマジそれやる、うーわ、子供の頃、これは怖いね、まあ、何歳とかは言わないのね、子供の頃、小学生から中、まあ、小学生ぐらいですかね、小学生ね、はい、の頃のザ・アイドル、いやーマジか、はい、マジ、はい、これは怖い、決まるぞこれ、これなんて言うんだろう、いやー怖いな、なんて言うんだろう、怖すぎるね、俺聞きながら、あーやべ、何言ってんの、マジかどうしたの僕ら、やべ、追い込まれちゃいましたあー違うのかな、あーそう、いやこれは怖い、これ怖いね、これ怖い、アイドルね、これは決まるかも、これ決まっちゃうかもね、怖すぎる、やりたくないよ、あ、やりたくないな、やらなくちゃ、でもどうだね、うわー怖い、あーどういうかな、うーん、うん、うんうん、もういいよ、もういいもうしょうがない、いいよ、もう行くしかないよ、もう行くしかないよ、これ、うわー怖いもう決めてんの俺、ちょっと決めてたんですけど、どんどん自信がなくなってきちゃって、今二択になっちゃったんですよ、行くよ、勝つよ、いい、はい、いい、はい、行くよ、はい、せーの、マジカルゴー、え、ダメ、違う、俺、おにゃんこクラブ、俺中山美穂、松田聖子です、危ねえ、いや俺も松田聖子かおにゃんこクラブかかったんだよね、松田、いや松田聖子、いやよかった、俺ギリで変えちゃった、俺松田聖子か中山美穂だった、危ねえ、松田聖子か、だでもさっきのコーヒーとコーラのパターンで、うん、俺になんか合わせんじゃないかなと思った、うん、おにゃんこもかすってた、うん、だからおにゃんこ言うのかな、もしかしたら、いやだからそれにかけたの、松田聖子が、ね、危ねえ、でも何これすげえドキドキする、いや何ちゅうお題出すんだよ、危ねえ、あ救われた、でも、ね、命拾い、怖いね、でも日村さんペナ1だからすごいなんかすごい、うん、そうでしょ、輝いて見える、はい、だよね、余裕のある人だもんね、ペナ1の人じゃなきゃ中山美穂って言えないです、そうだね、余裕があるいやちょっとそう、でも遊んでる、考えちゃう、遊んでるわけじゃないの、金玉上級、上級国民なんかやだな金玉上級国民なんてじゃあいくよ、うわ怖え、何言うんだ日村さん、おや、歴代の歴代大相撲の横綱といえば、えー、
怖え。横綱、うん、はい、うわ、横綱といえば、ね、横綱といえば、はあ、怖い。いるよね、結構。これ決まるかもよ。これ決まっちゃう可能性もあるんだよ、ね、決まっちゃう可能性もある、ね、これ、うん、もういいわ、ね、もうさっきからずっとこんなよ怖すぎるんだよ、ね、いい、いくよ、はい、これだもんね、これをもしかしたら決まるかもしんない。いくよ、いくよ、せーの、千代の富士。やばい、やっちゃった、千代の富士、やばい、日村さん、日村ペン、日村、日村ペンつっちゃった俺日村さんペナに、やべー、日村の富士、なんだ千代の富士。いや俺、日村さん絶対千代、貴乃花か千代の富士で迷って、日村さんは絶対千代の富士言うと思った。言うか、千代の富士だよね、いや、遠くの千代の富士、千代の富士、いや、俺だったらそうだよな、俺、いや、ペナにで並んだぞ、あー、やってもうた、あー、嬉しい、あー、来ちゃった俺、あー、嬉しいったらありゃしないこうなっちゃうんだよな俺なんで逃げ切れないんだろういや、もうなんでここで追いついちゃうんだろう俺、いやー、もう今金玉上級国民から下がってきたね下がってきたね、いやー怖い、あー、もう次もみんな、もうみんな同じ状況、全員同じ条件、うわ、俺今一人ペナニからよく耐えてるよ、耐えてるね、ここ耐えてる、ね、逆転勝ちを、ね、行きたい、すげえなー、怖すぎるけど、いやこれじゃあいい、はい、はい、洋食屋さん、はい、メニューといえば、これどれ言ってくるんだろうこれ怖いね、決まるかな、怖すぎる、決まるかな、洋食屋さんのメニューといえばいいですか、決めますよ、大倉いい、はい、わかりました、大倉はね食べ物全部間違えてた、あ、本当だ、いくよ、せーの、ハンバーグ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 、ダメだ、オクラ間違えんで違うの言わないかなと思った、なんか言うかなと思ったんだ、オムライスとかさ、そう、ナポリタンとか言うかなと思ったんだ、オムライスとかハンバーグ一番悩んだんです、あーうわーダメか、あー怖い怖い、怖すぎるよ、耐えた耐えた耐えた、胃が痛いわ、耐えれた、みんなペナニの状態、みんなペナニの状態、金玉トング、さあ、大倉、大倉行こう、行きます、え、遊園地の乗り物といえば、うん、おお、遊園地の乗り物といえば、はい、うん、うん、いいよ、はい、決めた、はい、俺決めた、はい、いいよ、はい、行くよ、はい、ええ、何違うの、え、あれでしょ、いいの、あれだよね、あれでしょ、行くよ、はい、せーの、ジェットコースター、ジェットコースター、ジェットコースター、観覧車がよぎったからだよ、観覧車来んのよ、危ねえよ、だんだん観覧車来んのよ、怖え、ペナニ同士の戦い、怖い、怖い、あー怖すぎる、いや怖すぎる、怖すぎる、日村さん、じゃあオリンピックの競技といえば、うー、来た、はいはい、オリンピックの競技、うん、いいよ、もう決めた、はい、決めた、決めた、オクラも、はい、決めました、よし、決まるかも、いつ決まるかも分かんないよね、はい、みんなね、はい、いくよ、せーの、 100m、 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 おー、あぶねー、オクラ 100m 走まで言ったから長かった、マラソンっていう人がいるんじゃないかな、あー、そっかそっか、あー怖い、やっぱ花形といえばね、そうそう、花形、あー怖い、怖すぎる、なんていい勝負だこんな、これ1個で1回放送がずっとこんな楽しいなんてあー怖い、怖すぎるよ、怖すぎますね、怖すぎるね、ね、まだいいのこのまま、どうする、一旦お知らせとか、まだ大丈夫か、まだ大丈夫、大丈夫ね、どうしよう、決まるかもね、あー怖すぎるね、ちょっとなんか胃が痛いよね、もやもやするよ、胃が痛いですね、もやもやするね、よしよしよし、あーよし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 、あー怖い、どうしようかな、はい、テーマね、問題ね、さあ怖い、じゃあ、うん、問題、問題、どうぞ、リスナーからのやついくかな、リスナーのでいくね、あー怖いね、あー、じゃあこれいきますわ、はい、ラジオネーム最後の晩餐は高めから、うん、地球人設楽さん、宇宙人大倉さん、おちんちんこんばんはわいね、うん、ヨーロッパといえば、やばい、怖い、
怖い。これ決まりそうだよ。うわ怖いね。これ決まりそうなやつじゃん。うー怖いね。うわやばい、うん、ヨーロッパといえばマジでいいの来るね。いくよ。OK いくよ、はい、決まるかも。はい、いいですか、はい、決めました。はい、せーの、フランス。うフランス。フランス。イタリア。やったー、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 決まっちゃった。やったー、決まっちゃった。やったー、やっちまった、やっちまった、やっちまった。なんてこった。イタリアって言ってしまった。フランスか。これはもういい問題だこれ。いい問題だった。イタリアかフランスかしかないのよ。いやー怖え。うわー。やっちまったか。ということでだね。はい、やりますか。はい。あ、お知らせいきますか。はい、お知らせいく。うわ怖え、お知らせです。怖え。さあ、じゃあ罰ゲームね。ハコは日村さんがやるんだね。俺やります。今ちょっと一応コマーシャル中にいよいよどれぐらい あの強さかってことですけど、下から上にね、下からスッと上げる感じですね。その机の下に当ててみて、どのぐらいで机の下に当てます。これぐらいです。怖え。いや怖え。これは痛い、怖すぎる。そんなんですね。オッケー、行くよ、はい、もう本当に俺ちょっと怖いな、これ。なんだかんだで、ね、これズボンは履いたままでいい、はい、いいよ、はい、そんなのはここから上がりますよ。うわーこれなんつう怖さだ。見えねえし、これ怖えよ。下見た、怖い、やるのも怖い。うー、行くよ。オッケー、あ、ちょっと待って、あのカウントとかする。いきなり見ますね。3、2、1、クッで行くで、どう。オッケー、怖い。いくよ。オッケー、それでは行きましょう。3、2、1。あれ、内もも、内ももです。木村さん、ここでした。今内ももでした。今もう一回怖すぎるよ。ちょっとちゃんと当ててくれよ。もうここですね。ここでいい、はい、いくよ。怖いよ。いきます。はい、3、はい、2、1、はい、いやちょっと痛い、ちょっと。あ、でも思ったよりもそんなに来なくてよかった。ちょっとあのズボンがあるから、あの、うん、ちょっとピンってあの指で弾かれたぐらいの、あのちょっとだけ痛いやつだからよかったけど、怖さがやばい。こんなすげえ痛いと思ってたから、ごめんごめん。なんか申し訳ないね、あのみんなの期待をちょっと裏切ったぐらい、ちょっと痛いだけど。ズボンが、はい、まあちょっとでも今ドンツーツの、はい、ちょっとあるよね、あのずっとじわっとあるけど、嬉しさの方があの終わったっていう。いや終わったよ。そうそう、あの金玉パンって指でちょっと弾いたぐらいの、ちょっと痛いね。あのじわりはあるけど、でも全然超痛い。俺倒れ込むぐらい痛いかと思って。これでも日村さんが言ってたあの生身でやったらやばいと思う。ありえないでしょ、うん、そうだよね。はあ、ね、怖かった。すごい放送だったね、はい、汗かいた。ああ、やるのも怖い、これちょっと、うん、そうですね、本当に大怪我させちゃってやばいですもんね。だからそれ思っちゃうね、やっぱ、あのポコチンだから。ああ怖っ、うわーっとかなって全然声も出ないまま、ゲロとか吐いちゃってさ、ゲロ吐くって相当やべえ。ゲロ吐くって最後俺がわーってゲロ吐いちゃった、あやばいゲロ吐いちゃったってなって終わってったら、みんな調子何これ何この放送ってやる。ああ怖かったけど、今日は宇宙に向けたんだよねこれね。そうそう、宇宙人が聞いてたら、はい、ね、うん、何やってるかっていうのを分かる、伝えるために、ね、ために。そう、はあ怖え。恐怖心は伝わったと思うよ。そうだね、絶対リスナーの楽しさと恐怖心、楽しさと、あ、そうだね、うん、やっぱ表裏一体というか、楽しさと恐怖ってのは常にこう、そうだね、あのね、いや